ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローは、アメリカ合衆国の詩人である。代表作に、ポール・リビアの気候、人生参加、早朝の歌、エヴァンジェリンなどがあり、ダンテ・アリギエリの新曲をアメリカで初めて翻訳した人物でもある。ロヘンの詩人5人組の一人として知られる、メイン州ポートランドで生まれ育つ、ブランズウィックのボーディン大学で学び、幾度かの海外滞在を経た後、 後半生の45年間は、マサチューセッツ州ケンブリッジで過ごした。ロングフェローは1807年2月27日に、メイン州ポートランドで、ステファン・ロングフェローとジルパー・ワーズワース・ロングフェロー、夫妻の子として生まれ、現在も、ワーズワース・ロングフェロー・ハウスとして知られる家で育った。父親は弁護士であり、母方のソフ・ペレグ・ワーズワース・シニアは、アメリカ独立戦争を戦ったの将軍だった。 ロングフェロー家は1676年にイギリスのヨークシャーから新大陸に渡ってきた一家である。また、母方からは、メイフラワー号の乗船者であるプリシラ・アルデン、ジョン・アルデン、ウィリアム・ブリュースター、ヘンリー・サムソン、ジョン・ハウランド、リチャード・ウォーレンの血を、また、歴代大統領の幾人かを出した、ジョン・ラスロップ牧師の血も受けていた。ロングフェローの兄弟は、ステファン、エリザベス、アン、 アレクサンダー、メアリー、エレン、サミュエルの7人だった。ロングフェローは読み書きに大変優れており、3歳で私塾に入学し、6歳の時にはポートランドアカデミーに入った。1822年、14歳でブランズウィックのボーディン大学に入学した。ここでは、生涯の友人となるナサニエル・ホーソーンと出会った。1825年にボーディン大学を卒業すると、 言語学の研究のために何度かヨーロッパに派遣するという条件付けで、ボーリン大学の教授職の申し出を受けた。1826年から1829年の間、ヨーロッパを旅し、帰国すると、ボーリン大学では初めての現代言語学教授となり、また非常勤師書にもなった。この教授時代にロングフェローはフランス語、イタリア語、スペイン語で教本を書き、また旅行記 海を越えて、海を渡った、ピルグリムを表した。1831年、ポートランドのメアリー・ストーラー・ポッターと結婚した、ヘンリー・ワーズワース・ロングフェロー・ロングフェローはまた、1年間程度の海外留学という条件付けで、ハーバード大学のフランス語とスペイン語のスミス教授職を得た。ロングフェローが旅の途上、ロッテルダムにいた1835年、 妻メアリーは流産の後に22歳で亡くなった。その3年後、ロングフェローはメアリーとの愛に着想を得て、天使の足跡を書いた。ロングフェローは1836年にアメリカに戻り、ハーバードの教授職に就いた。ケンブリッジに移り住み、終生そこに泊まることになった。ただし、夏の間だけは、ナハントで過ごした。この頃に、刺繍の観光を始めた。 1839年の夜の声、1841年のバラードと他の歌である。バラードと他の歌には有名なし、村の歌人屋が入っている。1842年には、ドイツのライン地方に、詩人のフェルディナント・フライリヒラートを訪問し、修世の交友を結ぶ、ロングフェローは1854年にハーバードを退職し、著実に専念することにした。 1859年にはハーバード大学から名誉博士号を受けた。ロングフェローはボストンの裕福な実業家、姉さんアップルトンの娘、フランシス・ファニー・アップルトンとの交際を始めた。この交際期間、ロングフェローはたびたびハーバードからボストンブリッジを越えて、ボストンのアップルトン家まで歩いて通った。この橋は老朽化したために1906年に掛け替えられ、 ロングフェローブリッジと名付けられた。7年後にファニーが結婚に同意し、1843年に2人は結婚した。姉さんアップルトンは2人への結婚宿にチャールズ川を見下ろすクレーギーハウスを購入した。この家は独立戦争中にジョージ・ワシントン将軍とその参謀が占領したものだった。ロングフェローのファニーに注いだ愛は、1845年10月に、 書いた彼の唯一の愛の詩、ソネと夜の星の中の次の行に見て取ることができる。王、私の愛する愛しい金星。私の朝の、そして夜の愛の星。ロングフェローとファニーの間には6人の子供が生まれた。ロングフェローは、家庭生活を愛する、良き夫であり、良き父親であった。しかし、突然の悲劇に襲われた。1861年7月9日。 ファニーが子供の髪の房を封筒に入れて、風浪で風刊しようとしていた時に衣服に因果、重篤な火傷を負ったことで、翌10日に死去した44歳だった。ロングフェローは、ファニーの死にひどく落胆し、終生立ち直ることがなかった。ロングフェローの悲しみの強さは、ファニーの死後18年も経って、彼女の思い出に書いた、ソネット、雪の十字架の次の節からも見て取れる。 これが私が胸につける十字過去の45年間、景色がいくら、変わり季節がいくら変わろうと、彼女の死の日より変わらずにロングフェローは1882年3月24日、5日間腹膜炎を患った後に死去。遺体は二人の妻が眠るケンブリッジのマウント・オーバーン墓地に埋葬された。1884年、ロンドンのウェストミンスター寺院の詩人のコーナーに、 アメリカの詩人としては初めてその胸像が置かれた。1847年4月7日に、妻のファニーが長女ファニーを出産した際、医師の姉さんクーリー・キープが妊婦に酸化麻酔を使用しているが、これがアメリカにおける酸化麻酔使用の発令として知られる。長男のチャールズ・ロング・フェローは百七十一年六月から百七十三年三月までの間に本に滞在し、 東京、江戸、長崎など、日本各所を訪問、明治天皇に拝越したり、岩崎八太郎や山内陽道と信仰を結んだりも、している、家族への手紙の中で、当時の日本社会の様子や、そこでの暮らしを詳しく伝えている、滞在中に撮影した写真や日記をもとにした、ロングフェロー日本滞在記が、平凡社から出版されているほか、手に入れた土産品などが、 マサチューセッツ州ケンブリッジのロングフェロー邸で展示されているロングフェローは存命中からアメリカで称賛された人物であり1877年の彼の70歳の誕生日はパレードや講演会彼の死の朗読会が行われあたかも国民の休日のようであった最も愛された詩人の一人とも言われておりアメリカの最初期の著名人の一人であるロングフェローの作品は 彼の時代には広い人気を集め、現代の批評家の中には感傷的に過ぎるというものもいるが、現代でもなお人気がある。その詩は親しみやすく、わかりやすい題材を扱い、平明で流麗な言葉を用いている。ロングフェローの詩作品がアメリカの聴衆を作り、アメリカの神話を生むことになったのである。ロングフェローの詩、クリスマスの鐘は、クリスマスキャロル、クリスマスの日に、 鐘の音を聞いた世のもとになっている。ケンブリッジにあるロングフェローの家、ロングフェロー国定歴史サイトは、アメリカ国定歴史サイト、アメリカ国定歴史建造物、アメリカ登録歴史プレイスに指定されている。1906年、その3分の2宿舎の家が、ミネソタ州ミネアポリスのミネハナ公園に作られ、動物園の目玉的存在になった。また、 ポートランドのダウンタウンにあるロングフェローの成果はメイン州歴史協会によって保存、運営され、下記のみ博物館として公開されている村の鍛冶や原稿、ありがとうございます。